原生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。いや、まあうちの実家の話はいいじゃないですか。このあのジャガーさんの実家の話しましょうよ。いや、お題の話いきましょう。すいません、両親死んでますから。いや違う違う、どんな故郷だったかとかさ、荒川区。まあよくね、ジャガーさんの話の中にまあよく言うじゃないですか、そんなに小さい頃は裕福じゃなかったとかっていう、うん、まあでも両親共働きで、はい、うちの義理の父、はい、まあ実の父は死んでますから、はい、ね、まあ母が 10歳したの、はい、私、はい、父と結婚して、やっぱり若いから収入がそんなにないと、うん、だから母もパートに出てた、はい、だから共働きなので昼夜働いてっていう感じで子供を養ってたという部分っていうのがあって、その働いてる親の姿しか見てないので、だから私は高校行かずに、まあ疑問に行きたいっていうのもあったけど、親の負担にならないようにしよう。いやいや、家庭じゃなくてこの実家のさ、まあ、そっから言う、え、そっから長いなおいいいんだよ、長いなおい。でそういうのもあって私はこの世界に入っているので、はい、だからそういう意味では思い出って、中学までの卓球で、まず荒川区のお題のことだよ、ね、知らねえからあんまり。なんでよ、どんな感じだったの自宅は。アパート2階、長屋、長屋なのかな、普通の2階の、長屋じゃないの、2階のアパートで、ね、え、ね、何部屋ぐらい、長屋じゃない、2部屋で何人いらっしゃったの。4人、4人から4人、両親と私と2つ上の姉ちゃんの4人家族ですね、はい、駅から何分だったの。まあ、商店街通ってね、まあそれはあのまあ JR だったらあの田端という駅が12、3分かかる、15分ぐらいかかるのかな、はい、であと奥久というのが近かったかな、奥久というみたいなんだけど、はい、奥そこがまた近かった、あと都電の、あそこ小田井っていうところですかね、もう本当に下町っていう感じのところですよね。下町、はい、もう荒川遊園地っていうところがあるところで、はいはい、あと、うん、都電乗っていくと王子があって、王子の飛鳥山っていうところに、はいはい、まあそれ今でもあると綺麗な桜の名所でもあるところですよね、うん、そこに遊びに行ってましたね、行くとしたら。じゃあ割と本当に小さいんですけども、お父さんお母さん頑張って、そ、うん、まあ稼いでいらっしゃって、そこで4人で生活をしてらっしゃったと、うん、普通、本当に普通の生活をしていて、やっぱ、うん、まあそれがもう当たり前に生きてるので、不便もなかったし、はい、で、食べるに困ってるわけではない。でもさ、下町ってことは、あれなの、こう、なんか工場があるとかさ。まあ工場もあるし、駄菓子も出るし、駄菓子屋さんにはもんじゃ屋さんがついてたりとか、そういうお店があって。もう本当に典型的なあの東京の下町っていう感じ、うん、そういう感じですね。いやいや、その何、こう工場で働いてる人がいっぱい住んでるとこあったの。その知らない、サラリーマンが住んでるとこ、ね、サラリーマンもいるでしょ、もちろん。いる？サラリーマンいるかな。だからうちのパパサラリーマンだ。え、あ、そう、サラリーもらってんだから。電気工事の人じゃないですか。電気工事、あの、こういう裏の電気工事、はいはい、配線とか、配線、はい、の電気をずっとやってましたね。だからまあどっかの、うん、そうだな、あ、学校のこう裏の配線つなげるとか、はいはい、そういうのをやってたみたいですけどね。でもそういうところで育ってて、ジャガーさんとかって それこそ JJ みたいに、お父さんおかもう中学卒業してこの世界入ってるじゃないですか、うん、じゃあ今でいう高校生ぐらい、じゃ JJ の年ぐらいの時に親と旅行することってあんまりなかったでしょ。全然、もうあの当時の女子プロレスは年間300あったので。そうですよね。ね、あの子供の頃も旅行なんか行ってないでしょ。旅行は一回見てないんじゃないかな。多分行ってないと思うよ、多分。いや、お前が言うな。いやいやいや、当時の下町の人は絶対行けないと思うよ。いや、みんなもうずっと働いてるから。ずっと働いてるのは無理だと思うよ。休みがなんか今みたいに定期的にないし。お盆休みもないし、うん、まあ、田舎に帰るぐらいじゃないですか。決まっ、まあ、そうかもしれないね。田舎、うん、まあ、おばあちゃんとこ行こうかとか、うん、そういうことだったと思うんだけれども、うん、まあ家族で旅行っていうのはほとんど記憶がないので。本当ですか、うん、それはもうじゃあこの世界入ってだいぶもう成功してからもご旅行とか いや私プロレスだってあの海外とか両親連れてきましたから、はい、それぐらいですかね。
まあ、あの、まあ両親も若かったから海外、まあ、まあハワイとサイパンとかグアムとかそういうようなところですけど、親孝行としてというか、一緒に行ったりはしましたね、何回か。あ、なんかジャガーさんが親御さんとなんかいろんなとこ行ってるっていう、どんな会話してはんのかなとかと思ったりしますけどね。大会話はないです。あれなんかどっかと似てますよね。なんかいや会話はないね、やっぱないんですか。まあ今となればね、両親他界してるから、はい、もっといろんなことできたのかなとも思っているんだけど、はい、私なりの親孝行っていうのがあったので、はいはい、それを最低限は終わっているので、しかしね、本当にあのなんていうかな、こう人見知り、恥ずかしがりや、はい、親にもそうじゃねえかそれじゃ。親にもそうじゃないのあんた。ただプロレスの話は一切しなかったですよ、家に帰って。ないよね、何も会話すること、うん、会話何もないよね。会話はないね。あんたもないでしょ。何、母親と、うん、あるよ。嘘つけよ。あるよ。当時じゃないでしょ、高校生の時はないですよ、別にないですけど。いや今とかありますよ、帰ったら近況とか言いますよ。あんたの近況はどうでもいいでしょ。いやいや、そんなことないでしょ。近況とかやっぱり聞かれるんですか。いや聞かれますよ、やっぱり。お母さん、やっぱり例えばこういう番組とか見たりとか、はいはい、YouTube チャンネルとか見てるんだよね、あれはどうなのとか、そういう話になる。ありますよ、とか間違い訂正されたりとか。間違い訂正されるのそれとか、あとまあクリニックの様子とか、やっぱ聞かれますよ。まあ当然それは母親としてっていうことですよね。まあね、この人のお母さんがやっぱ優秀な方なので、はい、ね、勤勉家というか勉強本当にする方で、だって私70過ぎて大学に行ったご年配の方聞いたことないと。まあまあ確かにね、それはあんまりいないですね。それはすごいなと思って、まあ、それよく卒業したなと思いますね。うん、本当に大学院修了ですよ。すごいじゃないですか。これはすごいことで、だそういう意味では本当にこうそのまま血を引いてらっしゃるという感じですかね。まあまあ顔も似てますからね。そうなんですよ。気も似てる。気になる方はですね、先生の、YouTube 何回か前のやつをちょっと確認をしていただいて。そうですね、顔似てます、ね、ご実家に行かれた時、まあ、眼鏡かけてるもあるんだけど、ね、そうですね、似てますね。でもそういうふうに言うと本当に全然こう育った環境が違う、北海道の方と荒川の下町で育った方で全く違う環境の人がこうやって喧嘩しながらやってるんです。そうですよね。もう20年いますからね。交わるところがないですね。いや本当によく喧嘩するんですよ、本当に未だにね、はいはい、20年ですよ、はい、普通もう諦めんですよね。諦めたり、こんな同じこと繰り返して喧嘩しないじゃないですか。この番組の収録の前とかでももうあの、すみませんけど毎回同じようなことで喧嘩するのやめてもらえません。ジロ君ずっと喧嘩。ほんまですよね、毎回喧嘩してますよね。イラッとくるの毎回。でもイラッときてまたシュッとなってまたってやれるのがまたすごいですよね。いやそれエネルギーすごいと思う。ほんとね、62歳でもやっぱ元気なんだなと思いますよ。ねえ、いち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 やってました。62歳とか言うなもん。ほんとにお前もなるんだよ。こんな元気な62歳いるんかな。ほんま、いやでもありがたいですよ、ほんとありがたいですよ。うん、ありがたいだよ。大丈夫だよ、保険金はあんたの方が高いから。保険金高いですね。そういうことではないんだよ。いやでもそうやってやってると本当にこの先っていうのがね楽しみになってきますね。 JJ がでも本当にアメリカとかに行った時っていうのがちょっとね、いやいや困りますよ。よくねこうペット飼うとかいいとか言われますけど、はいはいはい、まあ、嫌いんだからもう。そう、一切ダメなの。先生ダメなんですか。キリですよ、ほんまに。ジャガーさん犬飼ってたと思われますし、犬、ね、まあ、大好きですけど、動物がダメって最初から言って、 あと植物もダメ。この花いただいても部屋に飾れないから、あの私の部屋で、はい、何ドライフラワーにしたりとかして、はいはいはい、ね、飾ったりするんですよ。先生植物も苦手なの。いやいやいや、そういうのないんですけど、はい、あの欲張って全部持って帰るんですよ。あ、もう花バーっていろんないただいたやつ、花だらけになっちゃって、はいはい、まあ、枯れてもなんか放置してあったりするんですよ。放置してません。汚ねったらあれはしないし、もうスペース取りすぎて、ねね、話が多い、迷惑。本当にうちお手伝い来るからちゃんと片付ける。すごい迷惑なんですよ。だったら持ってこない方が正解じゃないですか。いろんな人にあげちゃった方がその場で持って帰ってください。正解じゃないですか。それは分からんのですよ。
でももちろんその飾りきれないから、はい、家族とかにも持って帰ってもらしますけど、はい、数がねやっぱりあの買った気持ちっていうのか、買ってくれた気持ちをやっぱ持って帰りたいわけですよ。いやいやもう言い訳ですよ、いやお前が例えばねお菓子とかもらったら全部持って帰ってくるんですよ。いや食べないんですよ。食べないで結局賞味期限切れて捨てるんですけど、それだったらあげちゃえばいいじゃないですか最初から。ね、あげてます。僕はねやっぱりそれはね悪いけど小さい頃育った環境だと思うんですよ。ほら残れたい。いやでもそうだと思います。あの僕欲しいと思ってもないもん一回も。へえ。いや本当にもらってすぐあげますよ。ね、それが人の心は分かってない、うん、やっぱり一つでも食べないと、はい、これはもういただいた気持ちですね。いや無駄になりますから本当にあげちゃうと。あげてみんなで分ければいいわけであって、でもこの人は分けることを知らないので、最初から持ってこないっていうことが多かったので、で相手のも買った人の気持ちを考えろと。いやいや、買った人の気持ちはもらってるからいいんですよ。それが割なんですよ。いや、食べて美味しい。まずね、受け取らないのは失礼だと思いますよ、はい。だけど、受け取ったんやからもうそれで終わりなんですよ。でもその場で置いてくるじゃん。置いてくるって人にあげますよ。まあ、いいと思うけど、全て一つをやっぱり私の前は、独自なんで。どういうものか封を開けてみて、ね、みたいな。で一ついただいて。いやいやもうそれはねもうやっぱ小さい頃の環境だと思います。ねそれはなんか悪い。いやいやもうよくない。もうすみませんゴングくださーい。この辺が僕あの非常にこううんーと思ってたのがですねうちの師匠えじゃあえ全部持って帰る。持って帰るんですよ。あいつ全あのこれねあのうちの師匠も。あのちょっと幼少期ねあの母一人子一人だったので絶対持って帰らはるんですよ。あらで事務所に全部持って帰るんですよ。で持って帰ってから見て、うん、で分けるっていうのは共通してるんですよ。こう一緒なんですよ。でたまにこうなんていうんでしょう、いっぱいすぎて先生みたいななんかお気持ちだけいただいたからちょっとこれ他の人にちょっとみんなでって言って、うん、その現場とかでね、あのお渡しする時とかあるんですけど花一緒です。花もうむっちゃ持って帰ります。もうだから僕弟子ついてる時に3回ぐらい花のカフェだけに事務所とあのその現場と往復してるけど、おこれ花の宅配便とか花はいいんじゃないでしょうかと思ったら、しょおお花全部持って帰ってか、全部か飾っとけ飾っとけ。あのね花っていうのは私も送る立場になってますけど、はい、高いんですよ本当花は。そうですね。だからその花を送ってくれる人も必死でやっぱ買って束にして持ってきてくれるわけで、その気持ちをどうやってねやっぱり自分の部屋に飾ってもらいたいっていうのは本当はでしょうけれど、うちは飾れない物理的な問題もあるので、だからあの花を大事にするうちの姉にあげたりドライフラワーにしたりしたりしてるわけですよ。もう低音聞こえますけどジャガーさんのウォークインクルーズって見てほしいですよ。もう何でもかんでも溜め込んで捨てないのに着るわけでもない服をもうどっさり先生のご意見で近日公開です。絶対公開しない。捨てればいいのに10年間聞いてなかったら捨てなさいよ。ほんまに10年間のものはないから。あります、あります。もう持ってきたんで西麻布からね、もういらないって言ってるのに大半捨ててます。いえいえ、もう我々が捨てようとしてパッキングしたら一回一回出してまた全部並べました、はい、もう一度確認を。もう本当困るよね。もう捨ててます。本当困るよね。いや本当ね、何でもこう置く癖っていうんかな、捨てないんですよねほんまに。最初ね文枝師匠に文句言って違いますよ。やめてください。文枝師匠たち共通だから。なんかいや師匠は捨てると思うよ。でも今もう全部捨てましたからね。おお、奥様お亡くなりのうちの師匠奥様お亡くなりって引っ越してもう本当に就活全部家も全部整理して今もう本当に荷物むちゃ減ったらしいです。そうなるべきですよ。でも先生の心配すごくあったら死んだらやるわ。いやでも先生の心配すごくわかるんですよ。でうちの師匠も片付けるのがすごい大変やったからもう本当にあのトラックうちの師匠本当に衣装とかも捨てれない人だったんですよ。若い頃のあのもう本当にスーツだけ絶対入らないんですよ。全部持っててトラック言ってんからこれトラック4台分です。かっこいい。今までのこうなる活躍された証ですよ。それを全部やっぱり
記念やと思って置いてはったんですけど、やっぱりパクられすぎて結局は捨てるんやからね、これ、はい、で、すっごい師匠がこんなにあったんか今ついてる弟ですとむっちゃ自分で片付けてこんなんやって置いとかんほうがよかったって言いたかったらしいです。結局よく返すリフから収納できないのよ。そうかといって一回来たやつ捨てるのと捨てるんでいいんだよ、それは。え、先生は割とそのようにパパパパパーンってしちゃうタイプですか？もう買うんだったらその分捨てます。入れるんだったら捨てないみたいな、もうたまる一方ですから。ちっちゃい頃からずっと残してるもんとかないんですか？ほとんどないです。いや、変なレコードだろ。あ、まあレコード、レコード、こんな売ってやろうと思う。てかさ、折るよりは売った。そんなになってわけわかんないよ。すいませんけど、超貴重版ばっかりなので。意外と小貴重なのお持ちだと思いますよ。そうです。まあ、売ればね。あんた売ろうとしたら大したことなかったっていうのあったじゃん、レコード。いや、それはお宝鑑定団でしょ。それは大したことなかったじゃなくて。そうだ、鑑定団出したんですか？出したんですよ。これもね、俺はあれ、僕はね、テレビの演出でわざと低くされたんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、エルビス・プレスリーの時代のね、リトル・リチャードっていう人がいたんですよ。リトル・リチャード、はい、黒人なんですけど、はい、まあ、そのレコードだったらまあありますよ、普通に、はいはい、当時のね、昔の50年前にもありますけど、はい、レコードをプレスする現場です。現場はなかなかないですよ。じゃ CM 出ないですよ、現場って、はい、絶対出ないですよ。でもそれはオークションで買ったんですよ。現場、はい、プレスする現場です、はいはい。それはでも世界で1枚じゃないらしいんですよ。何枚か現場でもやって、まあ、ただ市場には絶対出回ってないから、はい、ないですね、世界で僕しか持ってないんですよ、はいはいはい。多分現場あってもとも割れてしまったりとか、うん、もうなくなったりしまったのもありますから、ね、廃棄されてるわけですよ、はいはいはい。それを僕が持っててお宝鑑定団で出したんですよ、はい、ジャガーさんと一緒に出演して、はい、で当時ね10万円ぐらいで買ったんですよ、はい、アメリカのオークションで、はい、当時で10万円だったら日本に持ってきても20万にはなるかなと思って、倍ぐらいだね、最低でも。いくらぐらいですか？20万ぐらいですかね、はい。じゃあオープン、ピッ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 、ゼロいきます、いきます。8万円だったんですよ。いや、おい、ちょっと本気これ鑑定士の人と思いましたよ、これ。はい、なんでと思いましたね。わあ、なんかそれちょっとショックですよね。いや、だって持ってる人いないんですよ、この出回らないから。これ僕しかいないんですよ。今もっかいやったらなんないんですよ。あるんだけど一般の人が持ってるわけはないんですよ。ただレコード会社あるかもしれませんよ、うん、会社にはあるかもしれないし、もうこんなのね廃棄してんだよ、みんな。リチャードの価値が分からん。いやいや、めっちゃ人気あるんです。だって知らない。まあ、エルヴィス・プレスリーにもあったんですけど、高くて買えんかったんですよ、当時ね。30万ぐらいだったんですよ、はい。リトル・チャード10万だったから買ったんですけど、うん、いやー、エルヴィス買っときゃよかったなと今思うんですよね。エルヴィスの方が、まあ、確かに一般的に知名度があるので、ね、というところで、うん、その原版の価値も上がってるのかもしれないです。まあまあ、そうですよね。はい、まあ、せやけどこれ持ってる人いないからね、これ。ちなみに、俺、その時、この人それ出して、はい、私は、ビューティーペアの、あ、それ違う番組です。それは、そうじゃん、それ違う番組です。なんだっけ、なんでも鑑定なんてそれしか出すのなかったじゃん。いや、あなた出してないんです。なんでも鑑定じゃない番組です。あ、そうか。で、違う、まあなんか鑑定するやつね。うん、鑑定する番組で、私は当時ビューティーペアの T シャツに、はい、ジャッキー佐藤さんからサインをしてもらって、はい、ほんで、リミちゃん入れた千代子田リミの時、はいはいはい、で、書いてあるあの T シャツね、 T シャツを出したんですよ、はいはい。さあ、それはいくらでしょう、覚えてないけど覚えてるんだ、確かね。まあでもちょっと鑑定いい加減じゃねえかなと僕は思ってるんですけど、はい、50万ぐらいだったと思いますよ。でもおかしいあんなものね。だって需要と供給で値段って決まるのに、はい、それ欲しい人いないでしょ、そんなもの。あの、普通はサインだけの方がいいらしいんだけど、はい、名前入ってるとっていうのはあるね、ダメだっていうね。だけど私であって、はい、リミって私今リミじゃないので、はいはいはい、じゃがいことの前の名前だから、はいはい、それで上がるだろうっていうね。まあまあ本当は名前がない方がいいんだけど、その横田リミ、まあジャガーさんへの思いってことでもね、はいはい、で確かでもね20何万じゃないかなと思うんだけどな、ね、それがなければもっと高いとか。これはね、鑑定士はね、流体力学っていうなんか会社のなんかスキンヘッドのおじさんでしたよ。へぇ、よく覚えてらっしゃるんですよ。先生、絶対覚えてらっしゃるんですよ。いや、ほんまにそうなんですよ。僕 の、 あのレコード鑑定した人も、はい、原宿に店があった、はい、ラブミーテンダーっていう店があって、はい、そこの人なんですけど、
いや、あんた本当と思いましたね、あの時。どうやって価値つけてるのと。普通原版ってね、やっぱりなかなか手に入らない。ないですよ、日本の原版だって手に入らないですよ。はい、入らないです、入らないです。だってきっとそのレコード会社で働いてる人が盗んで出したんでしょうね、きっとね。そういうことですよね。じゃないと絶対に入らないもんですからね。そうなんです。本来出回っちゃいけないです、ね、出回っちゃいけないやつですからね。そうなんですよ。だから私、今度セリアレイのベルトがあるので、はいはいはい、それを出してみようかなと。え、あ、そうね、出すっていうか、いくらかな、鑑定でね。あれはきたらね、ちょっと待ってください。あれはちょっとどれくらいにの、ね、今ジャガークリンクに展示されてます。いや多分ね、僕は1000万ぐらいでますよ。そんなにないでしょ。いや、1000万って買う人いますよ、絶対いると思います。プロレスマニアの中ではやっぱりその、うん、本当に価値があるもんじゃないですか。やっぱり 3WA です。しかし、ジャガーさんが下バイルトだし、はい、1本しかないんですよ。それはありますよ、1000万ぐらい。今はその後の 2代目のベルトが、うん、はい、当時全場が潰れる時に売ってしまったらしいんですけど、はいはいはい、やっぱりね、お金持ってる女子プロレス好きの人いるんですよ、うん、それは欲しいに決まってるよね。だってあんたは絶対言ってきたら売らないと思いますよ、きっと。いや、売らないよ。売らないんです。金に困ってねえし。でもどうします、あのすごい申し訳ないですけど、ジャガさんと先生がお亡くなりになった後、あのそれを作るのは JJ なので、 JJ が、あ、売りますと言って、もう100万と売りますね。ね、私は JJ は売らないと思う。マミーの思い出だから。お、いや、売ると思うな、僕は。私は売らないと思う。だってもう置いといたって邪魔になるだけじゃない。じゃあちょっと JJ に電話して。今すんごいくしゃみしてると思う。電話してみる。まあ、サプライズで行ってみる。じゃあ今日も何